ドリームボックスの石井と申します。うちのシャドーボックスはそれぞれの絵に沿ってそのものの形に忠実に立体的に再現できるように心がけてやっております。こちらは鉄道画家の松本忠さんの絵を提供していただきまして、こちらは会津鉄道の湯の上温泉を題材にされた絵を使わせていただきました。このかやぶき屋根の感じも精密に再現させていただきました。こちらはこのひまわりをテーマに、力強い生命力の中で枯れていくひまわりをテーマにされています画家さんの玉の内光雄先生の絵を提供していただきまして、作らせていただきました。とても精巧な絵柄なんですけれども、それに忠実に沿ってそのものの形が再現できるように工夫しております。で、今回はこの絵でブロンズグランプリ賞をいただきました。こちらはハノセリさんという画家さんの絵を提供していただきまして、すごくトロピカルな色合いの明るい可愛らしい題材なんですが、これを立体的に楽しい作品に仕上げさせていただきました。こちらはクリスマスの作品で、静かな雪の中にクリスマスの街並みを表した作品です。奥まで続く道の向こうにもまた景色があるような、そういう立体感を表現しています。こちらはまたピーター・モツの作品を使いまして、周り、絵の周りにもいろんな絵柄がありますので、それを立体的に表現いたしました。